またね、スティーね。ブン・ウルフラムの話なんやけど、おお、そうスティーブン・ウか。ルフラムが最近ね、チャット GPT にえ反撃して、え。ええ。で、ブログをですね、長文のブログをね、いっぱい上げてんね。で、あおう。まりの長文で、で、それはね、本一冊になったっちゅうわけよ。で、Kindle で買えるらしいんだけど、でもそれネットに落ちてんだから別にね、Kindle 買う必要もないだろうと、まあ、思うわけで、で、むちゃくちゃ長いんですが、僕、この頃ね、知的生産性をさ、もうね、急激にアップさせるために、こういう手を取ってるんですよ。まず、そういう長いペーパーがあるでしょ。で、いつもはね、僕ね、それを英語で読み上げさせて聞くと。ね、英語の文章を読むのはね、やっぱり日本人が英語の文章を読むのは、やっぱりちょっと遅いんですから、それを読み上げさせて聞くと早くなるというふうに、昨今やってたわけよ。それをまあ私は聴読と名付けてんだけど、でもね、最近はね、そうじゃなくて、DeepL ってありますよね、翻訳。で、あれで英語をですね、日本語に翻訳するんよ。で、それで読んだら、日本人が日本語で読むのはね、英語を読むよりも圧倒的に早いよね。4、5倍早いんじゃないかと思うんだけどね。で、それで内容を、理解してから聞けば、あるいは読めばね、非常に早く。で、英語で読んだってさ、ね、知らん単語も時々出てくるわけだし、聞いてる時もそうですよね。だけど、内容が分かっとればそういうの分かるんですよね。大体英語ね、聞いてね、分かるかどうかっていうのはね、そもそもね、相手が何言ってるか分かってる場合は分かるんですが、分かってない場合は分かんないんですよ。という変な話があって、だだけから、ど、内容分かったんやったら英語もう読まんでいいじゃないですか。いや、まあそうだけど、でもまあ、DeepL の訳っても必ずしもね、ああ、正しそういですか。訳はにい、ならそうなですい。ね。ちなみにね、こういう話があって、訳のは、Google 翻訳と DeepL と、それからチャット GPT が訳するっていうのがあってですね、で、ある人が曰く、この順番だっていうんですよ。何ですか？精度？いい制度が。まあ、ああ、そうなんで Google す翻ね。訳が一番ダメで、で、あ DeepL が来て、で、チャット GPT の訳がいいと、まあまあ、ある人はそう言ってたわけ。あ。ただね、チャット GPT に訳させるっていうのはね、量が、限度があるわけじゃないですか。で、DeepL もね、フリーバージョンは、限度があるんですよ。だけど、あれ、有料バージョンだったら、長いのできるのね。で、あれ、なんだ、PDF をそのままボンと入れれば、そのまま訳してくれる。でね、それで、まあまあ、まあ、去るところの、去る人に頼んでやね、A 地方の Y さんに頼んで、膨大なペーパーをですね、ダーンと日本語にしてもらったわけよ。で、読んでみたらね、まあ、やっぱりね、まあ、間違いももちろんあるけど、まあ、昔よりはるか、まあ、それでもね、わかるわけじゃないですか。いや、まあまあ、そういう勉強の仕方があって、ほんで、僕は、で、話は、これ今のは本論じゃない。で、ウルフラムの、長大な、ブログを読んだわけです。そういう流儀で読んでいったんですよ。な、僕感じたのはね、この人は頭のいい人だなって。で、この AI、あるいは AGI の将来がどうなるかっていうことに関する、まあ考察をしてるわけ。で、世の中のね、いろんなね、まあ知識人がいろんなことを言ってるけどね、結局、何も分かってないんじゃないかって気がして、この比べれば。何を言うてるんですか？で、台はね、この AI が出てきたら、すべて、仕事が全部なくなるかという主題なんですよ。で、答えは、そう簡単ではないと。簡単ではない。ってとはどういうことですか？そんな単純な話ではないと。で、そこにね、彼の議論が出てきてね、それはどういうことかっていうと、彼はね、計算不可逆性コンピュテーショナルイレデューシビリティという概念を提案してるんです深よ。い逆。不可逆。深い逆。火薬。
火薬でない。火薬なんて漢字変換でも出てこないですよ。可能不可能の可に、約分の約、約分の約、およその約ですね。はい。火薬。だから、例えば14は7で割れるってのは、14って数は火薬なんです。ああ、割り切れるっていうことね。というか、もっとね、こういうことなの。要するにって言葉があるじゃないですか。これがね、要することができないと。で、具体あ、的な分か例った。から。火薬の訳はあれね。要約の訳やね。要そうで約す。という意味やね。約分する訳だけど、まあ、訳する、略するみたいな。意味的に。意味的に、要そうです。約というそうで意味す、そうとでです。の。でね、具体例はね、この前から話題になったね、セルオートマトンってありますよね。で、どんなんかって言ったらね、彼の本で、ニューカインドオブサイエンスっていうのがあるんですよ。ね、で、そこでセルオートマトンを徹底的に研究してるわけよ。セルオートマトン自身はもっとね、別の人が発明したんやけど、で、それをウルフアムが徹底的に解説してるの。で、どんなんかって言ったら、横軸、X 軸にこうね、マス目を並べるんですよ。で、それぞれが0か1の値を取るわけよ。で、このセルはですね、この左右の値によって、次の時間の、この今のセルの値が、両隣で決まると。ライフゲームみたいなもんですよ。あれは2次元だけど、今1次元で。で、その時にね、どう、決めるかっていう、このルールがね、255個ある。でですね、それでやってみると、つまらないパターンも出てくるけどね、実にね、想像もつかないパターンが出てくるのよ。で、実際ね、今日の勉強会でね、何やったかって言ったらね、で、そういうウルフ、僕ね、チャット GPT に聞いたわけ、ウルフラムアルファ、ウルフラムが言うてるところのセルオートマトンってどんなもんやって聞いたわけ。なね、こんなもんやって言うてきたわけですよ。で、じゃあそのプログラム作ってって言ったわけよ。マットラブで作ってって言った。ほんなバーンと出てきたわけですよ。で、それをですね、勉強会最中にね、マットラブかけたら、ダーンと出てきたわけですよ。動くんですか？動くんですよね。これはだから、これはまた別の意味ですごいんだけど、まあ、ともかく話はだんだん飛躍するけど、ポイントはですね、このあるパターン、パターン110とかいうようなものね、それはね、想像がつかないのよ。で、どういうことかっていうとね、やってみなきゃわからないという。例えばね、決まりきったパターンが繰り返すようなやつはね、もうね、あるところまで行ったら、あとは先が見えるわけじゃないですか。で、そういうのをね、言葉で言って、要するにっていうことができるっていうことや。なるほど。ね。で、ところがね、やってみなきゃわからないっていうのはね、要されないのよ。で、世の中のね、複雑なシステムというものは、そのような計算不可逆性を持ってるというんですよ。で、そこでね、僕がね、チャット GPT に聞いたんですよ。で、何を聞いたかって言ったら、これはね、創発現象なわけですよ。ね。で、つまり、で、僕はだから創発現象と計算不可逆性というものは、どう関係してるのかって聞いたわけですよ。基本的に同じだと。同じだけどね、ちょっとは違うと。で、ウルフアムが言うてるのは、要するに、用意してはいかんないけど、計算不可逆性っていうのは、創発現象と同じじゃないかって聞いたら、そうとも言えるけど、そうとも言えないって、まあ、違う側面があるって。で、ウルフラムがね、そのブログを読むとですね、世の中の複雑なことはね、要するにって、要することができるのと、できないことがあるって言うんですよ。
つまりやってみなきゃ分かんない。やってみなきゃじゃない。計算してみなきゃ。今のオートマトンで言うなら、計算してみなきゃ分からないということがあるっていうんですよね。で、計算しなくても分かることもある。で、世の中の多くのことはですね、この計算しなくても分かるというようなこと、つまり要するに、要せることがたくさんあるんだけど、ところが複雑なシステム、今の場合セルオートマトンで、この単純なもんなんだけど、で、簡単なルールなんだけど、そこから複雑なものが出てくるっていうことなんですよね。だからこれは、まあ、さっき言ったエマージェンス、まあ、創発現象なんです。それがですね、生物とか人間社会とか経済とかいうものは複雑系なんであって、これはね、要するに計算不可逆だというんですよ。だから、個々のね、ローカル、その例えば経済で言うなら個々人の、ね、経済行動みたいなことは分かったとしてもですね、それは安いもの買うとかさ、まあいろんなそんなあっても、じゃあ経済がどう動くかということを予測できるかっていうのは、これはできないと。これは経済だけじゃなくて政治にしろ、あるいは人体みたいな体もね、複雑系なんだから、これね、できない。そこでね、ポイントはね、AI はどうなんだってことですよ。で、AGI が今出てきてです。まあ、AGI が出てきて、これで将来この社会がどうなりますかって聞いたら、それはわからない。ほうほうほう。計算不可逆だからって。ほう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 。だから、仕事がなくなるとか、言うけど、そう簡単ではないよと。まあ、よく簡単ではないっていうのは、なくならないっていうことはあんまり言ってなくて、簡単ではないっていうことを言ってるわけですね。いや、なくならない可能性も十分ある。うん、あ、十分ある。いや、なくならないということを強く主張するものではなくて、わからないということを強く主張してるんですね。うん、まあまあ、そうですけどね。ただ、一番最後に付録として、アメリカの過去の統計を出してみてね、で、いろんなイノベーションがあったわけじゃないですか、別に今のと違って、うん、でもね、例えばね、農業がガンと減ってるわけですよ。で、工業、ところは建設業なんかはそんなに減らないと、なぜならインフラはね、維持せんといかんからと。だから減ってるもんと増えてるもんがあって、だからよく言われるように、何か技術が発展するとですね、なくなる仕事は確かにあるんですよ。あるけど、そこで新しい仕事が生まれてくると。これもよく言われてるんだけど、それはそうですよと。過去の統計を見ればね、そうなってると。で、それが今、その計算不可逆性ということからしてもね、つまり仕事がなくなると断言することはできないっていうことですよね。うん、それはまあよくね、言うのは、まあね、例えば YouTuber みたいなもんがね、こんなもん10年前にはなかったわけだけど、今出てきて、で、これがね、5年先にあるかどうかも分かりませんよね。うん、我々だってこんなこと言うてるけどさ、こんなのは何年の命かって話ですよね。いや、まあ、ともかく、計算不可逆性ということがあって、だから未来は混沌として分かりませんよという、なんか、分かったような分からないような結論ですけど、まあね、だけどそう言っちゃえばあれですよ、一番ずっこい答えな感じしますけどね。で、我々もシンギュラリティの話も大体そうですけども、絶対そうなると思ってみんな言ってるわけじゃなくて、そうなる可能性が結構ありますよという、結構の度合いが違うという話じゃないんですか。まあみんなその計算不可逆っていう話に関しては理解した上でちょっと強めの主張をしているという感じがしますんで、ちょっとその答えはずっこい感じがありますね。いや、ずっこいというより、それは、いや、根本の理論からして、未来というのは予言できないんだということが、理論的に証明できるということですよ。それはそうですけども、そうじゃなくて、いろんな材料を使って、未来の可能性を予見するというのが未来学であって、我々が言っていることですよね。一つの可能性というものを強くこう掘り下げて、で、未来を描いていくっていうやり方なわけですよね。それは分からんっていうのをこう理論的に言ったって、なんか、それはね、分かってるんだと
そんなちゃんと理論的に言わなくてもみんな分かってるんだと言いたい気がしますけどね。どうでしょうね、ちょっと。いや、でも複雑系の考え方はそうですよね。ちょうどその僕が学生の時にあのゲーデル・エッシャー・バッハっていう本が出て、まあすごい面白かったんですけど、まさにそのフセロートマトンのこととかがそこに書いてあって、ある種のパターンのと初期値を与えた場合はもう予測できないような結果になるっていうことはその通りだと思うんですよ。でそれ忘れてたんですけど、最近そのあのね、現代経済学の直感的方法って本知ってますかね。長沼慎一郎さんっていう人が書いていて、これ僕松田先生に一度聞きたかったんですけど、そこに書いてあったことはね、こういうことなんですけど、あのもし世の中のパラメーターが全部書けたとするじゃないですか、何兆個あるか分かんないですけど、でそれのその行列みたいなのを作って、まあ、全部の方程式ができて、全てのパラメーターを入れて線形の方程式を作ったら必ず未来を予測できるとっていうのはいいですかね。いや、よくないやつ。あ、それその時点でよくないですか。いや、でウルファムが言ってるね、線形だったらダメだって言うんですよ。線形でもダメ。いや、線形は全てのパラメータかけても、いや、世の中は線形だから線形で予測したって、うん、近い未来を予測できるけど将来予測できる。なんか彼線形をダメだってはっきり書いてますよ。なるほど、なるほど。だから、その今の質問に関しては、それは多分違う。うん、あの今の世界の状態からね、未来は確定してるんだと、うん、いう話もよくしますよね。だからそれはね、うん、あのまあ、ウルフラミはそれは違うというんですよ。あ、うん、確定してないのかな。確定してないんですかね。非線形であっても確定してない。確定性原理は関係してます？いや、関係してない。さっきのセロートマトン、不確定性原理なんか関係ないわけよ。で、そのセロオートマトンは簡単なね、簡単なルールでしょ、うん、ところがですね、計算しなきゃね、未来は分かんないんですよ、うんうん、でも計算すれば分かるってことですよね、じゃないですか。計算すれば分かるんだけど、それはね、この世の中が例えばね、10年後にどうなってますかと聞いたら、10年後になれば分かるわけですよ、ということと同じ話だけど、この世の中がちゃんとパラメーターライズすることができるんだったら、別の超高速の、あのコンピューターが異次元の世界にあって、それで計算すればより早く答えが求まる可能性があるとかいう話ですよね。あ、だからその話に対してね、よくある答えはその不確定原理があるからそれは無理なんだっていうのはよく聞きます。もしかして、そもそも全部パラメータに落とすことができないっていう話。ああ、物理の話。ええ、物理の話。物理の話。今の状態っていうものを全部確定することはできないんだ。だからその話はナンセンスなんだっていう話はよくあるパターンじゃないですか。でもね、僕はね、そんな量子力学なんか持ち出さなくたって、あの複雑って、だから全てのね、あのデータをね、分かるなんてこと不可能じゃないですか。例えば空気の分子の一個一個まで、な極端な話ね、よくカオスの話で、なんだっけ、ニューヨークでね、あの蝶々が羽ばたいたらどうとか、ね、どっから気象が変わるみたいな話でしょ、うん、でそんなのはね、あらゆるデータを得られたらって言うけど、そんなことはできないわけですよ、うん、だけど今の問いは、そこまでが、あ、まあ、そこまでを否定するパターンと、それができたとしてどうかしパターン、そうそうそう、かというところでこうレイヤーが違うなと思ったんですよね。だからできたとしてっていうけどね、情報を得るにはエネルギーがいるわけで、だから それがね、それが分子の一個一個の位置まで測定するなんて、そんなことは不可、ほとんど原理的に不可能なんですよ。うん、で、そのシミュレーションするにはね、この宇宙のね、例えば10年後はどうなってるかっていうときに、この宇宙自身が計算機だと思って、シミュレートすれば10年後はどうなってるかって言ったら10年間計算かかるわけですよ、うん、で10年後に分かるわけだけど、何の意味もないよねって、うんうん、いやいや、だからこう宇宙の中で計算することできないですよね、影響があるから、うん、だから宇宙の外じゃないとダメなんじゃないですか。宇宙の外に計算機があってね、ええ、そうそうそう、それで計算するんだったらできる可能性がある。まあ、まあ、それはまあ、でそれがよく言われ
例がね、この世界というのはね、この超宇宙、宇宙の外による高校生のね、あの夏休みの演習問題でね。そう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 。だそうだとすると、わかるわけですよね。今のパラメータ全部別のとこにあの引っ越して、別のもっと速いコンピューターで計算さすと。宇宙の外のコンピューターね。宇宙の外で計算することができるかもしれない。それは別に仮説としてはあり得る話ですよね。まあでも言うてもしょうがないよね、それは。いやいや、多分そのシングラリティの頃にはそういうのをこうまともに議論できるようになってくるんじゃないかなっていう感じもしますけど、超知能はそういうのをちゃんとこう見つけ出したりしてるかもしれません。あ、この辺の話もね、計算するにはね、あのエネルギーがいるんで、でエネルギーをディシペーションするんで、これが一番効率のいい計算は何かっていう、こういう理論ちゃんとありますよね。うん、でそういうので言ってもね、できるかどうか、ちょっと、いや、僕は今、それに関しては答えられませんけど、まあ、それは多分非現実ですがね。なんか、だいぶ話、それてますね。それともそれさ、ちょっと戻しといいですか。いや全然違う方に行ってて、物理の話じゃないんですよ、コンピューテーショナルリユースビリティっていうのは。で、あの私が思い浮かべたものすごく簡単な問題として、コラッツの問題ってのがあるんですね。で、これあの、要するに必然だと、デターミニスティックだからといって、計算しちまえば終わりって問題じゃないんですよ。で、コラッツの問題って何かっていうと、2の自然数から始めてくださいと、例えば27とか始めます、ね。で、2で割れたら2で割りなさい。だとか42だったら21、奇数になったら2で割れないから その時は3倍して1を足しなさいと、それだけのルールでどん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 繰り返した時に必ず1へ行きますかっていう問題なんですね。でやってもやっても10の8乗とか 68乗桁までやったけど、ちゃんと1に行くんだけど、必ず1に行くという証明はまだできてなくて未解決問題なんです。で例えば27から始めると奇数で割れないから3倍して1足して82、2で割って41、割れないから3倍して1足して124、次は62、31、94ってやって、27から結局1まで行くのに112回計算してやっと1に行く。で一番でかくなったとき9232まで行ってまた小さくなってくるみたいなね。だからこんなの計算してみないと分かんないんですよね、うんうんうん、でひたすらやんないといけないし、じゃあ永久に回し続けて2の1000乗とか2の1万乗まで全部決め合わせたけど必ず1に行っちゃったときにその先にないですかっつっても分かんないですよね、うんうん、こういう問題がイリデューシブルっていうんですよね。それは計算してみないとわからないことは証明されてるんですか？いやいやいや、証明も反証もできなくなくて、誰かが証明しちゃうかもしれないし、あーはーはー、じゃあまだわからないって、ね、うん、未解決問題なんですよこれ。でとりあえず2の68乗まではしらみつぶしたぞと、必ず1まで行ったぞってのは分かってる。うん、まあやってみないといけわからないって話は、そう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 、計算科学ではよくあって、そもそも計算量の話で、うん、P イコール NP 問題っていうのがありますね。そう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 。それではだから結局全部数えてみないとわからないという仮説が今のところよく分かっていない話なわけですよね。今の問題は全部数えられないわけよね、無限にある。そう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 。あーはは、うん、そうね。だから計算しちゃえば終わりとも言えないと、必然だからって、うん、あの力ずくで計算すればできるだろうって、そうはいかないよって。そうはいかないね、うん。だって無限にあるんだから。そう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 。計算なんかしようがないわけ。うん、だから世の中にはそういう問題があるってことですよね。そう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 。うん、で非常に簡単なルールなんだけど、うん、まあ先生だけど未解決なんだから解決されるかもしれない。いや今言ったら解決されないって言って。されない問題もある。無限な。数え上げる方法では解決できないんだけども、別の方法で。いや、もう証明できるかもしれない。もう一つはね、あのコラッツの問題は解けちゃうかもしれないけど、もう一つはゲーデルの不完全性定理というのがあって、これはどうしても解けない問題があるっていうことを保証しちゃってるんですね。それはまたちょっと違う話じゃないか。違うんだけど、例えばあるプログラムがありました。で今のコラッツの問題だってプログラムで書けますよね。1から2、3、4ってしらみつぶしの整数から始めて、1になったら停止するってプログラム書けますよね。でこのプログラムは必ず停止するんですかって言ったら、必ず1になるんだったら必ず停止するけど、わからないから今のところこのプログラムは停止するかしないかわかんないんですね。こういうふうに停止するかしないか判定できないプログラムが存在しますよと、しかもループに陥らずに永久にさまよってるっ
ていう、そういうプログラムができちゃうんですよね。で、それがまあゲーデルの不完全セテリの主張するところなんですけど。いやいや違いますよ、その、うん、それはね、よく知られた話で、あの、うん、計算機の停止問題って、ね、はいはいはい、まあちょっと似てるんですけどね、ゲーデルの不完全セテリ。いや、単なる焼き直しですよ、同じこと言ってるんですよ。違います、違います。同じです、同じです。ゲーデルの不完全セテリ定理は、この数学の、うん、あの論理の限界という話であって、うんうん、その不停止問題とはまた別の問題です。いや、あの結局は同値なんですよ。問いとして同値なんで。いやその計算機の停止問題に関しては何か関係してるとかあるような気しますけども、ゲーデルの不完全セテリとは今のところちょっとどう関係してるのか私には分からないですけどね。うん、というか、ウルフラム氏もそこは言うてないからね。あの、いや、ゲーデルの不完全性定理と自分の言ってることは関係するとは言ってないからね。そうなんです、言ってるような気がしたんですけど、とか言うだろうと思うんですけどね。それで、GPT-4 に聞いてみたんですよ、そのコンピュテーショナルイリデューシビリティとゲーデルの不完全性定理って、すごく近い匂いがするんだけど、ウルファムは言ってますかって言ったら言ってませんって答えられちゃったんですけど、でも、あの分厚い本ありますよ、ニューカインドオブサイエンスっていう分厚い本書いてますよね。あの中の目くじ見るとゲーデルの不完全定理もちろん言及してるんですよね。で、中読んでないから関係あるかないか分かんないですけど、絶対意識してるはずだって私は思ってるんですけどね。いや、意識してたってそれが同じかどうか。さっきね、安田さんが挙げてたゲーデルエッシャーバッハってありますよね、はいはい、あれのテーマまさに不完全性定理 で、 そうです、ね、うん、ゲーデルの話っていうのは、まあ、そうなんですよ、不完全性定理も入ってますけども、不完全性定理がメインなんですね、うん、その辺からその自己言及みたいなやつですよね、うん、自己言及メタとかですね、うんうん、あ、その後の本でメタマジックゲームっていうのがあって、そのメタにより焦点を当てたのがそっちの本なんですけども、そういうのが繰りなす不思議なカオスの世界というのが多分テーマで、それを専門で研究ずっとやってる人ってたくさんいますけども、すごい分かりやすく面白くてパズル的なところをかいつまんで、あのトピック的に紹介してるのがゲーデル・エッシャー・バッハ、すごく面白いですよね、うん、ゲーデルに関してはその論理ですし、うん、エッシャーに関してはこの騙し絵ですよね、うん、なんか手の絵が自分自身を描いてるみたいな、そういう変な入れ子構造があったり、バッハに関してはこう妙なあの音楽いっぱい作ってますよね、入れ子になってるようなカノン、数学みたいな音楽、そう、数学みたいな音楽、うんうん、その辺がすごく面白いっていうんで、そういう本があって、私もあの若い頃ですね、そういうのにすごい影響されて、あの本読んで興奮した覚えありますけど、すごいな、分厚い本ですけどね、分厚い本ですよね、うん、そう、4回生の時卒論書かなくていいっていうんで、その本ずっと読んでましたね、私は。そう、桜井先生だいぶ読みました。だから私そういうの影響多分受けてですね、なんかそういうのやりだしたんですよ、研究、うん、なるほどね、私の学部時代の研究、学部というか大学になってからの研究っていうのはそれ記号論理なんですね、論理学だったんです、うん、実は、うん、D 論もそうなんです、論理学なんです、うん、へー、その辺から AI をちょっと分析できないですかね。だから今とアプローチ逆の方向ですよね、まあ、ニューラルネットですね、シンボル派の方、シンボル派の本ですね、シンボル派の出る幕があればちょっと私昔のなんかを持ってきてシンボル派に戦いたいなっていう感じ。いやいや、だからあのウルフラムはシンボル派だからね、うん、で融合していくかもしれないですね、融合 したって話じゃないですか、うん、あのそのプラグインで、そうそう、だからあんな形で融合するなんていうのはちょっとかなり意外で、そうなんや、意外なんですよ、うん、もっとこのがっつりと融合するんかと思ったらがっつりとすごい理論作って融合するんかと思えば勝手に道具として使われてるだけと。さあ、そんなとこで、はい、いいですね、はい。
さっきのあれ、なんかまだ不満ありますか、セダコえっとですね、えっと、プログラムの停止問題をやったのはチューリングの仕事なんですね、アラン・チューリングの仕事。で、それでやっぱり停止するかどうか判定できないプログラムが存在するぞということを言ったと。で、ゲードルの仕事はゲードルの仕事だって、チューリングの停止問題が証明できたら、その証明を利用して、ゲードルの不完全性理論は証明できると。だから、方眼関係はあるんです。で、逆向きの証明はできるかできないか、これができちゃったら同値なんですけど、それができてるかどうかとちょっとまだ調べがつかないんで、ほ本ぼ当。まあ、そこは調べればなんか出てくるでしょうっていう感じで、はい。わかりました。そういうことです。